おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきます。よろしくお願いします。さあ今回はですね、星5確定チケットが2枚ありますので、そちらの方をね引いていきたいと思うんですが、その前にですね、ちょっと手本についてお話しさせていただきたいと思います。今ね、私の手本1凸で総合値6500なんですが、以前も話した通りね、この今画面に出ている3凸のデブライネ、まあ、7786のように、こっからね、4凸完凸まで持っていくだけで1500近く上がると総合値が、後半の上昇がすごいんですよね、限界突破っていうものは。なので今私結構手本を回していて、これ間に合うかな間に合わないかな、ちょっとスタミナドリンク使った方がいいかなくらいなんですけれども、やっぱりですね、アリーナ今やっていても結構普通に、まあ、3、4試合に1回は10万超えてる方と当たるようになってきておりまして、無課金の方がね勝ち続けるっていうのはやはりもう限界があるのかなと。ってなった時にはですね、ちょっと無理してでも取りに行く方がいいかなと思います。ちょっと無理してでもね、手法完凸まで持っていく方がいいのかなと、思います。結構手法自体の特徴は微妙なんですけれども、やっぱり総合値の部分どうしてもね、埋まらない差があるので、この機会にね、もしかしたら次のレジェンドマッチ来るのいつとかっていうところもあると思いますので、取れる時にちょっと無理してでも取っておきましょう。スタミナドリンクもね、もちろん使えますし、 GB で回復してもいいんじゃないかなと思うぐらいですね。結局その GB 回復する GB 分よりもそれをガチャに回した時のリターンっていうのが少ないので、このね手本に使った方がリターンが大きいので、ちょっと考えてね、手本を取りに行かないと厳しいのかなと。まあ、8530で、まあ、遺跡特訓とかスキルつけたら9000ぐらいまで乗りますよね。まあ、特徴はまあ微妙なんですけれども、総合値9000ってかなり高いので、私のデブライネもね、私の中では別格の強さを誇るデブライネですら7700って考えたときに、1凸2凸3凸でやめてしまうとですね、その後半の伸びの差で、3凸手法と4凸手法はもう別物になりますし、4凸手法と完凸手法はもうさらに別物になるといったところがありますので、ちょっとね無理してでも、口を酸っぱくして言いますが、取りに行っていただければと思います。ってことで、星5確定チケやっていきましょう。星5確定チケなんですが、私ですね最近プレスタかぶりひどいんですよね。イグアイン、まあ同じ選手でイグアインかぶると、あとはカウンターのウィングストライカーの、ドグラスコスタで被るとかね、本当に、組み立てサイドバックが被るだとか、完全な被り、プレスター得意戦術両方被る時とかもあるので、ちょっと今回はね、そろそろね、なんか新しいのが欲しいですね。こっちのガチャどうしましょうね。あんま引く気になれないんですよね、正直。ちょっとまたボックスカウトの方も考えましょう。さあ星5確定チケはね、もうね本当にね、プレスタかぶりで得意戦術かぶりまでされるとかなりしんどいので、てか最近ちょっと私の星5そればっかりなので、ちょっとですね、ちょっと変えたい、この流れを断ち切りたいよ、モチベが下がるよ。さあ欲しい選手としてはやっぱり持っていない特徴の選手ですね。結構でも多いんですよね、持ってない特徴の選手。まあ2回引けるの で今までね星5確定チケの被り具合を考えてくると、そろそろ当たってもいいかなと。イカルディじゃなくてメルテンスか、メルテンスで欲しいですね。結構センターフォワード陣は欲しくてですね、イブライ、メルテンス、ベンゼマ、ラカゼットもシャドウストライカーですよね。そうだね、ラカゼット、あとはルカクとかって欲しくて、まあ、いらないのってほとんどないんですけど、ドンピシャでねグワインめっちゃ出てくるみたいな感じなんでね、今ねここは勘弁していただきたい。ドグラスコースターとかもね悪くはなかったんですけれども、結局ね得意戦術プレイスタイルまで被られるとどうしようもないところがあるので、ちょっと辛いですよね。ラッシュとかもまあまあ欲しいですね。せめてね得意戦術プレスタ被っても得意戦術が別だったらいいんですが、最近のね直近3回かなで確か全部被ってるので、ちょっとそろそろ脱却したいですね。チアガールカンタラもいいね。欲しいですね。ただ、今回はやっぱりスラローマーかな、レフトミドフィルダースラローマーなんかが来てくれるとすごく嬉しいですね。あとは中央突破のテクニカルドリブラーとかかな、
あとはアンカーのタイプの選手も結構欲しい。クアドラードは、あ、セラローマ、クアドラードでもいいですね。アンカーだったらマスチェラーのフェルナンジーニョあたりが欲しいですね。うん、まあ、マチュイディもいいんですけれども、いやーマジでそろそろ新プレスたくれ、本当に最近マジで、かぶり続けてるので、ちょっとねそろそろね、あのまあまあって言えなくなってきましたね。さあ、まあでも2回引けるから、フラグ立てたくないけど2回引けるから、2回引ければどっちか来るっしょ。せめてね、あの新プレスタ、プレスタ同じでもいいから、得意戦術別でお願いします。あ、ホスマリア・ヒメネスはもう完全にいらないやつや。アルデルバイレルトですね、欲しいのは。ダビド・ルイスでもいいですし、アルデルバイレルトでもいいですね。さあ行きましょう。サイドバックの選手は基本的にはいらないかな。うん、バレンシア持ってる、デシリオ持ってる、アスピリクエタも完全にいらないし、またエジル、あ、またも、うん、まあ微妙かな、もういいかな。よし行きましょう。結構欲しいの多いので、うん、普通に当たりそう、一人ぐらいは来そう。さあ声頼むぞ。ででん、あーちょっと待って、これサイドの守護者きついぞ。せめて得意戦術かぶってないでくれ。あー頼む、マジで、うわマジ。アスピリクエタはポゼッションのクロサーなんですよ。ポゼッションのクロサー、アーノルドがいるんですよね。はい、うわこのドドかぶりはつらいな。まあ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 、まだまだあと1回ありますからね。フィジカルか、いやーつらいなこれは。まさか、やべえフラグ立ててしまったかい。そんなことないよね、そんなかぶんないよね、大丈夫だよね、大丈夫だよね。いや心配になってきたんだけど、ポゼッションクロサー、うわーちょっと待って、あのわずかな希望も持って、はい、ポゼッションクロサー。ふざけんなよマジで、つれえ、これはつらい、これはつらいですね。特徴は、フィジカルと回復、え、ほぼほぼ同じじゃないこれ。フィジカルと回復か、アーノルドの総合値が、8000弱だったんですよね確か、確か、マックス強化8000弱なので、ワンチャンスピリクエタの方が強い説があってくれると嬉しいんだが、アスピリクエタの総合値はいくら？ああこれ総合値までほぼほぼ同じパターンや。いやいやいや、まあまあまあ、いやいやいや気にしてはいけない、次がある、次がある、次でもイバラ引けばいいだけだから、次でもイバラ引けばいいだけだから、もうもう忘れた、アスピリクエタなんていなかった、あ いなかった、あの星5確定チケはなかった。次行きましょう、頼むぞ頼むぞ、そろそろ頼むぞ、来い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 、あー CB 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 組み立て組み立て組み立て、もうこれ組み立てじゃないと死んでしまう。せめてせめて、あの得意戦術は違って、得意戦術違って頼む。うわ待って待ってちょ待って、おいおいおい、マジかこれ、マジか、いや逆にすごい確率では、ホセマリア・ヒメネスはですね、カウンターのハードマーカーで強肩フィジカルなんですよ。これはエリック・バイリーと完全に被ってるんですね。はい、総合値も確かほぼほぼ同じなんですよね。やべえこれ、カウンター強肩フィジカル、バイリーバイリーバイリーだ、バイリーもねカウンターの強肩フィジカルなんですよ。これやばいね、いやーマジか、ちょっと最近やばいな引き。イグアイン来てコスタ来てからのこの2人全部かぶってる。いやーまあ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 って言うしかないよね。はい、いやまあいつかね、いつかこれが戻ってくるように、いつかねここであのせめてかぶってくれたらあの限界突破できるんですけど、選手がかぶってないから限界突破すらできないっていうね、すげえ微妙な2人がいるっていう状況なので、まあ、ちょっとね、辛いところはあるんですが、まあめげずにね、はい、次はねきっといいのが来るはずなので、
次こそね、イバラだったりルカクだったりが引けるように、また徳を積んでね、このゲームに徳積みポイントを貯めてやっていきたいと思います。ってことで、皆様はね、今回の星5確定チケットから無事にね、望む選手出てきてくださることを祈っております。ちょっともうね、何言おうとしたか忘れてしまうくらい、メンタルに来ているんですけれども、まあ、とりあえずね、まあまあ、うん、まあ、うん、うん、頑張って、やっていきましょう。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。星5確定チケットなんてなかった皆様、手法をね、今回手法の動画なんで手法を観察しましょう。ってことで、豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますので、お願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。